こんばんは、ふさおでございます。さ、今回モンスターさんの砂漠で遭難引き続きプレイしていきたいと思います。前回ですね、見てください、眩しくて何も見える、眩しくて何も見えるっていうですね、ナイトビジョンをですね私ゲットいたしまして、ピラミッド内部すごいですね、シーダー文明ということでして、よく見ると確かにナイトスコープみたいなつけてますね顔のところ、ここでね、このランドセルみたいなやつを背負ってですね、すごいジャンプ力も上がりましたし、なんだかんだです、あ、私あれ4本目の異物見てないんじゃないですか、見ましたっけ4本目。あ、見てないわ、4本目の異物。緑の都市を後にした我々は、乾燥した山岳へと、暗く汚れた洞窟に何世代もの間身を隠した我々は、字幕が早いんですよ、漢字も難しいし、自分たちの信仰の炎を失いつつあった。ほう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 。洞窟に、山岳地帯に避難したんですね。しかし全てが闇に包まれた時、希望が蛍のように空へと舞い上がった。暗黒に対峙する天上人が我々の、そして緑の神の呼び声、再び我々のもとに舞い降りたのだ。ほう、神々は人すまぬ新天地についてお話しした。文明の最高を現象する青いなんとかなんとかなんとか、砂漠と水が出会い川が流れる場所のことを。ほう、いい場所あるぜみたいな教えてくれたと。隠して我々はこの暴挙の世界を後にした。今のところって最初の建物じゃない？星はそう遠くはないねえ。あの字幕読むのに必死だったんですけど、私なんか今あの四角いさ、気のせい、生存した日19日目ということで、ついにですね4本目の巻物を見た、あと1本かな、というところに来ております。で、もう今回やることは決まっております。ちょっと待って、ペース、お腹空いてないから、あ、お腹いっぱいですね。今回もうやることは、私ですね、お弁当はペースに入ってる、黄門に行くということですよね。もうそれしかないんです、またやることは。さあ、行けそうですね、このまま。じゃあ早速、あ、これペースごと、確かね、ペースジャンプできるんですよ。ほら、ペース、これ今ペースジャンプですということで、早速こっからちょっと大門まで遠いんですけど、大門までジャンプワープしていきたいと思います。ペース行くぞ、せーの、ほい、よいしょ到着いたしましたちょっと待てよ、あまりにもとか、まず一旦セーブして、お腹空いちゃってんすよ。だからちょっとペース行かないで、行かないで、まずシチュー、いや、スープ2個あるから、スープ1個食べてみましょうか。今お腹ペコペコなんですよ。はい、じゃあめちゃめちゃ見た目がまずそうですけど、いただきます。おおなんでしたっけ、良薬口に逃がし、妙略薬、いい薬は苦いってことですね。いや、めっちゃ回復したわ、ご飯耐久一気に。さあ、とりあえず行きましょうか。ですね、あー、リーフの芽16、この神殿の中にですね、このリーフの芽いっぱい生えてるんですけど、とりあえず今在庫16ありますんで、これでしょ、チャージしても、あ、ほら、まだ11余ってるんで全然大丈夫ですね。よし、じゃあ一旦とりあえず突撃しましょうか。いざ、黄門、出ました。もう開け方知ってんだから、あの洞窟内で教えてもらった、あの光るやつじゃないの、押せば4つ光ってましたんで、あれを押せば私はここ開くと思うんです。むしろそれで開かなかったらもう詰みますけど、私もうやることなくなっちゃう開いてほしい。さあ行きましょうか、この先へ、いざ行かん。ですね、スクショ、ここで一旦ちょっとスクショを見ましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで急に嵐、ねえ、なんで急に嵐来た、今ちょっと私がスクショ探してる間に。くそ、そういうことか、嵐で行く手を阻む気だな。そうでもないのか、どっちなんだ。とりあえず行きましょう。スクショの順番通り、やっぱ違うな、方向がなんかおかしいですね。スクショで行くとですよ、まずこれを作動させます。あ、やっぱ作動する、あれ、え、2個作動しちゃったけど、あ、いや1個か、あー、びっくりした、びっくりした、びっくりした、え、
作動させてないところ作動させてるしてる。なんだこれ、時間制限か、時間あどうすればいいんだこれ。えなんかこれ稼働してってますね。ストップザモーメントみたいな感じ、ストップザモーメント。あーそういうことか。あ一個ずつずれるからここでストップザモーメントしていくみたいな感じかな。はい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 。えこれで全部で4つでしたっけ。ちょっと待ってよ、どのマークとどのマークかなんて全然覚えてないけど、待って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 、もう一回ちょっと確認していいですか。まず1枚目は、この半月と半月で三日月でしょ。だから半月半月三日月なんで、これが下も多分これ違って、半月と半月とこれ三日月だ、次に来たら押すのかなこれ。これの光らない、あ来たここ、はい、あで半分消える、なぜか。これはこう、どういうこと。よいあでもこっちも三日月と半月だな。あこれで正解なのかな、とりあえず。ちょっと待って、思ってたんと違う難しさ。あこれだ、外に丸がある、よく見ると。だからこのこれとこれですわ、厳密に言ったら。でもただこれは自分で任意でボタンを押すみたいな感じじゃなくて、この円形がぐるぐる回ってくるのを待ってなきゃいけないんですよね。で正解で止めるみたいな、あーそういうことですね。じゃあこの2つは分かったと。ちょっともう1箇所見ていいですか、もう1個下、この次次次次次来るぞ来るぞ来るぞ、みんなこの次だ、ここだ、丸の点、さあ来るぞ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 、来た来た、開けコマ、ちょっと待って、赤へんがな、赤へんがな、これとこれじゃないの、あれこれ丸と点これじゃない、嘘、今決まったと思ったのに全然決まってない、ちょっと待って、もう一回見るわ、あれあごめん丸と点間違えた、こっちだった。自分で散々さ、こっちはちょっと点が大きいと思ってたんですよ、このここがね、こっちも点ちっちゃいじゃないですか、ここ、このここ来た、これここはい、いやーいたー、まさかそのタイミングで開くと思わなかった。ちょっと1個私押し忘れてたと思ったんですけど、今3つで開きませんでした今、うそ、まあとりあえず結果ぐらいでいいか。えこれペースも一緒に行ける、ペースなんか一緒に行けそうだよ、ちょっと一緒に行こうよねえペース、ちょっとペースできればさ、あのペースも一緒に行きたいんです、いいです、一緒にお邪魔して、お邪魔しますね、あダメだペースやっぱダメ、ちょっとペースにご飯だけ与えといて、いいですね、よし、じゃあペース行ってくるよ、その先に、あこれココナッツの果実、これ私が食べましょう、よーし行こうみんな、いやー怖えな、この先何が待ってんだろう、どうしよう、これだよね、このドキドキ恐怖心と好奇心の戦い、うわー怖っ、あっあいつじゃね、うわちょっと待って、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる、ちょ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 いや来てるわ、痛い、今目が一瞬ハートマークかなと思ったら全然攻撃してくるわ、何今の、あの子目ハートマークじゃない、ちょっとこれやれるか、ほらやった、今やったんじゃない、やばいペース包帯1個もない、ほらほらほらハートマークだよね、目絶対これ目ハートマーク、痛い、これタイミングか、いやちょっと早すぎたか、あいつは目ハートマークだよ、これゴリ押す、ゴリオス系かな、ほら行きたい、ちょっと待って、やばい、死ぬ、これダッシュだな、ダッシュ一発で、これも回復ないんですよ、今回復ないからダッシュ一撃行って、これもうやり過ごすんじゃない、絶対目ハートマークでしたよね、気のせい、ちょっともう HP がやばいんですよ、あと一撃食らったら多分私一撃は耐えれるかな、危ない、あ、は何
は？抜けた？え？ちょっと。うわー、ちょっと待って。間違えるぞ。さっきの巻物の通りか。あ、そういうことか。ここが山岳地帯の町に抜けた、逃げたみたいなこと言ってましたもんね。あ、チェストル。すごーい、みんな。ちょっと暗いからもう分かんないかもしれないけど、これ見て。ここ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 言ってるけど、何？しかもなんか向こう温泉みたいなの湧いてない？なんだろうあれ。あ、いる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 。目がハートマークの虫がいる。あ、ここが新しい集落っていうか、はいはいはい、逃げ延びた先ってことね、これが。あー、とりあえずアイテム拾ってちょっと回復したいな。あ、確かにこれあれだね、あのジャンプスーツがあるからさ、探索がめっちゃ楽だわ。あ、キノコ生で食べれるんだね、一応。空腹を1から3回復するって書いてある。あー、回復してますね、地味に。あ、だキノコ食べてなんとかしのげますね、これは。ちょっとこれでまだヤシココナッツもあるから大丈夫なんですけど、ちょっとこれで一回、はい、行ってみーの。ちょっとここ漁りますか。先に進みたい気持ちもあるんですけど、なんだこれ、なんだこれ。重たい部品拾う、所持品がいっぱいだ。なんかすげえ声聞こえるな。なんだ、あ、やべ、あいつら来た。やべ、あいつら来た。ここで死ぬわけにいかない。ちょっと高いところに登れば大丈夫でしょ。ねえ、ちょっとジャンプスーツかうまく。あー